住吉東駅は大阪府大阪市住吉区住吉一丁目にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK52。駅長が配置され、塩見橋駅、西天カ茶屋駅間と手塚山駅、阿ビコ前駅間の各駅を管轄している。現在は各駅停車しか止まらないが、1968年以前は急行が停車していた。かつては、 貨物ヤードがあり、天王寺支線方面から当駅に入線して積み替えた。あと、木津川駅や塩見橋駅などに輸送されていた。また、1970年11月22日までは、塩見橋線の列車は当駅始発となっていた。これは、岸の里駅に、高野線ナンバー発着列車用のホームがなかったための措置である。同年11月23日、岸の里駅に、 高野線ナンバー発着列車用ホームが開設されたことに伴い、潮見橋線を理解し列車の発着が、入宿列車と臨時列車を除き岸の里駅に変更された。相対式2面2線のホームの間に通過線2本を持つ対比設備を備えた地平駅である。改札は行き先別ホームごとに独立しているため、入場後のホーム同士での移動はできない。 ホームから地表までは各改札ごとにスロープが設置されている。なお、改札外通路を兼ねた地下道が駅施設として設置されている。対避設備はほぼ終日にわたって特急、急行、区間急行、準急行の通過待ちに使用される。高野山方には渡り線があり、非常時には入れ替え信号機を用いて南波バ方への折り返し運転も可能。 通過線がある関係で、高野山方面行きホームが1番線、南波方面行きホームが4番線となっている。1番線、4番線に発着する全列車に対して、後続列車の通過待ちの有無にかかわらず出発時には、出発時期合図が明動する。2.3番線は、ホームのない通過線のため、ホームとしては欠番である。かつては4番線裏手に数本の側線と、 貨物ホームがあったが、年に数日程度しか保線車両が入線しないので、まず2006年3月頃に、ひまわり線部分が撤去された。その後、バリアフリー化の一環として2006年12月に、ユニバーサルトイレ設置工事が行われ、同時に男女別としたが、この際に、ひまわり線撤去部分が一時的に、資材置き場に使われた。後に、 2008年6月頃に4番線に面していた部分と道路に隣接していた線路が2008年8月頃に貨物ホームが撤去された。その結果、側線はナンバ寄りにある踏切から約60メートル分とかつてのポイント部を残すのみとなった。撤去工事が終了後、4番線の作設置部分に壁が設置された。上屋部分は一部に作り付けの椅子を設置した。 跡地は四つに区切られ、北から二つ目の区画は損地された倉庫への搬入口に一番南の区画は約140台が収容できる駐輪場になった。なお、この駐輪場新設に伴ってすぐそばにあった市営の駐輪場は廃止、撤去された。市営駐輪場撤去後も含めた残りの区画は2010年8月頃から住宅の建設が始まった。 2019年時の1日平均乗降人員は6,586人で、南海前100駅中45位である。近年の1日平均乗降人員の推移は、下評の通り、ありがとうございます。